がもしかしたらネックになるかもね。村上が天下、あの悪党が。悪党だからでしょ。善人が天下取った試しなんかないじゃないね、池田さん。俺に喧嘩売ってんの。あら、そんな風に聞こえました。これ見てください。ワイドショーに次ぐ1月30日俺は玉砕する。ソーアビルに集合されたし、村上優衣を犯した男より。玉砕ってどういうこと。死ぬってことじゃないの。あ、そっか。ちょ、時間は何時って書いてあるんですか。これ書いてないな。すぐ行かなきゃ。おい待てよ。またうちのせいかよ。怖いですね。現れませんね。やっぱりただのさ、いたずらなんじゃないの。いたずら。どういうつもりなんでしょうね。帰ろう帰ろう、帰りましょうか。そうだな、行きましょう。まったく寒いのにね。行くよ。いたたたたたたた。自信がない。お前が無理やりインタビューなんかさせるからな。何、亀をやるから亀の前で洗いざらい喋れってめえ言ったんじゃねえか。この野郎、バカなこと言うな。インタビューなんて言ったってよ、知ってるやつがみんな俺だってわかるじゃねえか。この野郎、ちょっとぐらい声変えたぐらいじゃよ、俺だってわかっちまうじゃねえか。世の中の奴らがみんな俺だって知ってるよ。みんなが俺のことジロジロ見てやがる。そりゃ被害妄想だよ。何言ってんだよ。今だってそうやってカメラ回し続けてるじゃねえか。回し続けてる。映したきゃ映せよ。見上げの瞬間お茶の間に流してみろよ。カメラしっかりしろよ。松岡やめろ。村上だ。こんなとこで死んだらそれこそワイドショーの連中の思うツボですよ。くれな。ご覧なさい連中を。君が飛び降りるのを今か今かと待っている。その瞬間を撮りたくてうずうずしてるんですよ。うるさい。俺はゆいちゃんに罪を償わなきゃいけないんだよ。これがテレビだ。人として今何をすべきかそれすら分かってない。カメラを放り出してでも助けるやつは一人もいない。これがワイドショー。